取り付けの動画を、まあ、見ていただきましたが、まあ、一応ですね、その後、走行テストといいますか、ちゃんと、このドライブレコーダーとして、画像を記録しているのかということでですね、テストしてみましたが、どうもですね、画像の長さとか、それからそのループでこう例えば2分なら2分撮ったらどんどんファイルが新しいものができていくという、まあ、形になってるんですけれども、そのファイルとファイルの間がですね、間が時間が飛んでしまうとかね、10秒とか20秒とかそんなことがあったり、その2分なら2分きっちり撮り終わらないで終わっちゃうとかですね、そんなことがちょっとファイルでよく見えて、安定しないという状態がちょっと続きました。それで、まあ、基本的には、ちょっとねメーカーの方にそういう状況なんだけどって投げたんですけど、ちょっとそれに対する答えが返ってこないので、まあこちらの方にですね、投げようかなと、この保証書に基づいてですね、思ったんですけれども、まあ、ちょっとですね、まあ、実はこの32ギガまで対応しているということで、32ギガにたまたま家にあった、まあ、こんなマイクロ SD カードですね、これ どれがメーカー名なのかよく、まあ、A データっていうんですかね、でどんなこれ、もうなんかちょっと分かんないんですけど、これでやってこの SD カードの性能、書き込み速度とかそういう性能なのかなとちょっと急に思いましてですね、それでまあこういったものを、まあ、耐熱性でドライブレコーダー用の、まあこれなんですか、ハイエンデュランスってどういう意味ですかね、フォーダッシュカンズ、ダッシュモードのところのカメラですか、なんかまあそういう耐熱性の、こうまあマイクロ SD カードですね、これを購入してこれでやったらどうなのかなっていうのをちょっと試してみてから考えようかなと思いまして、まあこれをね、トランセンドですか、ハイエンテランス 30GB、 まあこれで、ちょっと入れて試してみました。まあその辺のちょっと試してるあたりを、まあ、ファイルでどんなふうになったかっていうのを 見ていただきます。で、まあこれちょっとそのマイクロ SD カードからバックアップとしてこのパソコンの方に、取ってあるものです。まあこんな感じで、まあ、SOS とかレコードとかって出てますが、この SOS っていうのがショックを感じて、撮ったもの、まあリアのドアですから開けたり閉めたりでしょっちゅうこれが動くわけですね。でこちらの時間もですね、これ1分だったりなんか3分だったり、まあ3分た、この時は3分ごとにしてたのかな、まあこういう感じで撮られてます。で、まあ、例えば、まあ、この辺り3分撮ってるように見えるんですが、これ例えば4分19、これで16時19分40秒41、42で次のデータ48、49になってますね。これ数秒ちょっと間が空いちゃってますと。
でこれは2分だから3分次はちゃんと行きますねと。で16、22、45、46、47、これちゃんと行ってますね。まあそういう感じで間がですね不安定なんですよね。例えばこれはですね3分ごとに、撮ってる、ものだと思うんですが、ここのレコードでまあこれが56秒で、まあ、終わってますと。なんで56秒で終わるのかっていうこととですね、まあここから16時33分27、28、次を34分の8秒いきなりなっちゃって、もう一度言ってみますけれども、この辺では2分ですけども、次の46っていうファイルが55、6秒で終わっちゃうやつで、16時33分25、26、27、28、次はもう34分の7、30秒ぐらい間が飛んじゃってるんですよね。まあ、こんな感じだと、ちょっとドライブレコーダーとして機能はしてないんじゃないかというふうに思っちゃいますよね。で、これが一応このものですね、マイクロ SD カードということで、じゃあちょっとこれではなくてこのハイエンデュランスの 32GB トランセンドのマイクロ SD カードでやってみてどうかというのがですね、試してみました。それで、ちょっとですね取扱説明書で、まあ、誤作動をする場合のですねトラブルシューティング、一応これを従ってやってみようかなとまず思いまして、誤作動するという場合、こうしてください。本機のリセットボタンを押してください。ちょっとリセットボタンってなんだかわかんないんですけども、で本機を再起動してください。再起動とリセットしても直らない場合は電源オフにして挿入しているマイクロ SD カードの中のデータをバックアップしてからフォーマットして使用してください。で工場出荷設定に戻してください。一応そういうことなんで、それをやってからですね、これそろそろですね、トランセンドの、マイクロ SD カードハイエンデュランスという、ものにですね変えて、今日撮ってみました。その結果ですねがこちらです。ですねちょっと工場出荷時に戻して日付がおかしくなってて日付を設定するのを忘れました。でこんな状態になってるんですけれども、一応00からスタートレコード00から0000からスタートして、まあこれ2分の設定にしました。2分きっちり捉えてるようです。それで、次も2分で、ここでですね、
can't play っていう感じで、なんか this file isn't playable、 表示できないと。 that might be because the file type is unsupported、 ファイルタイプがなんか違うよということで、ダメですと。もうこれは何だと。やっぱり書き込みの、カメラの書き込みがおかしいんじゃないかと思いました。しかしですね、この unsupported っていうファイルタイプ、これあのこれですね、ファイル識別が .avi AVI っていうファイルタイプなんですけども、まあこれをここでですね、ダブルクリックして何がこれ動いてるかっていうと、これ Windows の何でしたっけ、 Windows のメディア、なんていうんですかね、Windows のそういうソフトが動いてるわけですよね。マルチメディアじゃなくて、ね、なんていうんでしたっけね、そいつが動いてると。でそれが対応してないだけなんじゃないかということで、ちょっとですね、なんか他のソフトないかって探してみました。そしたらこの、滝の音楽動画メディアプレイヤーで、これまでにない動画再生体験と言って、これなんですかね、 5K プレイヤーフリーっていうのが、無料ダウンロードっていうのがあるんで、これをダウンロードして、インストールしてみました。それでですね、それを、まあ、ここにインストールしてあるんですが、これでこのファイルを見たらどう見えるのかってことで、今の REC00042AVI、これを動かしてみます。そう、動きました。こんな感じですね。ちゃんと動きますということで、ちょっとこれは時間が出ないんですけども、こう6時43分、これ時間ね、全然めちゃくちゃなんですが、6時45分、これ1分52秒54。57だから2分撮ってるようですね。で13秒で終わって、これもちょっと続いてできないもんですから、ちょっとこのオペレーションがよく分かんないんで、もう一回こう動かして、次の3番のレコードを動かすと、さっきの続きってことで、23、どの辺が動かれた、13、14、15ちゃんとですね、続いて動いてると、撮ってると、録画がきちっとされているということで、これまあ一個一個全部見ていけばいいんですけれども、一応2分おきにですね、きれいに、回って、まあ、あと途中空いてるところは、これはちょっとそこで、一回エンジンオフしてまた動き出したとかね、そういうのがあるんですけれども、基本的にこうまた 見たら、きちっと録画されてました。ですから複合的な、まあファイルが壊れてるよっていうか、対応してないよっていうのは、これはメディアプレイヤー、あ、 Windows メディアプレイヤーですね、メディアプレイヤーがなんかコーデックをちゃんと持ってなかったっていうのと、多分私が
この Windows 10ですけども、インストールして以来なんか更新、ちょっと Mac のね、 Mac 上で動かしてる Windows なんで、あまりきちっとそういう更新を当ててないかったもんですから、まあこういう感じで Mac 上でパラレルで動かしてますですね。で、多分そのせいでその Windows メディアプレイヤーがダメだったと。それからあともう一個の症状として、2分が2分っていうのに1分ちょっとしか録画されてなくとか、一つ前のファイルから次のファイルまでに何十秒か録画されてない部分があるとか、それはですね、マイクロ SD カードのせい、要するに書き込みが間に合わないのか、何かそんな、こうちょっと映らないですけども、そういうせいだったのかなという感じがしますね。はい、左が、高いマイクロ SD カード、右が安いマイクロ SD カード。これ多分、何でしたっけ、なんとかクラス、なんとかテンダとかなんとかってありますね。この違いがもう右側の方はよくわかんない、昔買った SD カードです。で、クラス6以上をこの、ドライブレコーダーは要求しているともようでした。まあそのせいでちょっと、吸ったもんだしたということでした。以上でですね、このダローズという、ドライブレコーダーをリアに取り付けて、吸ったもんだした記録を、ご報告いたしました。どうもご視聴ありがとうございました。